振りし、高梨いつきです。今日は高梨いつきの魔法学校の、牛さん描きましょうの、牛さん描きましょうの2回目になります。じゃあ続きをやっていきましょうね。お話でしたけれど、何も見ずにまず牛を描いてみる。それから、頭の中にあるね、牛を描いてみる。虫じゃない、牛ね。お願いします。で、今度はいろんな、図鑑だとか、イラストだとか、ネット上にある画像だとか、そういうものを見て、で、暗記しておいて、最初に見て描く。で、真似して描いてみて、で、次に見ないで描く。というのをやってみましょうっていうお話でしたよね。じゃあ皆さんの書いたのを見せてもらえますか。じゃあこっち向けてね。はい、ありがとうございました。その牛さんを書きたいのはどうしてかっていうと、覚えてる？うん、そう。来年の干支だからっていう話だったよね。なのでここで、十二支を一緒に言ってみましょう。せーの、ね、牛、トラ、ウタツミ、ウマ、ヒツジ、サル、トリ、イヌイ。OK？ うん。で、ね、牛だから今年がネズミ年。で、来年が牛年。来年は西暦何年ですか？うん。今年が2020だから、2021だよね。で、牛年なんだけれども、牛をさ、こうやって書くじゃん？なんだけど、牛年の牛は、牛年の牛は漢字が違います。で、漢字の書き方は1、2、3、4ってなってます。1、2、3、4っていいよね。ここ長い。この方。で、これで牛。年の牛っていう字なんだって。うん。で、そうだな。あとは、なんだろう。あ、令和何年になる？うん、そうだね。来年は令和3年になります。じゃあ、みんなが知っている牛さんの情報、教えて。どんなことでもいいよ。じゃあみんなからもらった情報をもとに牛クイズを作ってみました。あとインターネットでいろいろ調べたんだけど、牛スペースクイズって入れるとすごいいっぱい牛のクイズって出てくるのね。昔から本当に人間と関係の深い動物なんだなって思いました。じゃあ、そうだな。牛は、牛の祖先の動物の名前を教えてください。それから、あと、牛さんが出す、お乳。いろんな雑菌とかを取り除いたものが牛乳っていうんだそうですけど、そのミルクでできる食べ物を教えてください。あと、牛は何を食べているでしょうか？牛さんのお食事を教えて。牛には前の歯、前歯はあるでしょうか？ないでしょうか？うん。
この前牛の乳は4つって言ったんだけど、生まれる赤ちゃんは何と生まれると思いますか？うん、あとそう、牛ってなんて鳴く？そうだね。はい。あと、いろんな牛クイズを考えて、いろいろ牛のことを調べて、クイズにして、私に出してください。あ、そうそう、一日にどのくらいの量のお乳を一頭の牛から、いただけるでしょうか。で、牛さんはいつでも、誰でもお乳が出るんでしょうか。うん、そこら辺のところを一緒にネット上で調べてみようか。それでは早速実務に入りましょう。オイルパステルやクレヨンを用意していただいて、最初にハッチングですね。まず1本取ってやってみましょうね。1色取ったら、ここに見本がありますけれども、全体がこういう形になるように斜めに叩きつけて書きます。ピッ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 。色を変えて。指が気にならない人は指でこすってみてください。このくすむ感じがいいんですね。影になってるように見えますよね。で、おお失礼しました。これが指でもいいし、指汚れるの嫌いな人は、ガーゼを巻いていただくのでも OK ですし、擦筆っていうものがあって、これ汚れたら表面をカッターで削ればいいんですけれども、こうやって固く巻いた紙のようなもので、こうやって出るのも OK です。で、今はオイルパステルを使ってスケッチブックに書いていますけれども、この書くもののことを指示体って言います。で、指示体はオイルパステルやクレヨンって力を入れて描きたいんですね。粉のパステルはふわーって優しく描くんですけれども、オイルパステルはどっちかっていうと、割と力をしっかり入れて描きます。なので、硬い紙とか、表面が割とデコボコしている段ボール、ツルツルだと色が乗らないんですよ。なもんだから、これは100均に売っているキャンバスボード、もちろん画材屋さんにもありますけれども、こういった板のところや硬い紙のところにキャンバスを巻いてあるようなキャンバスボードみたいなものでもいいですし、ベニヤ板を使うのであれば、指が傷つかないようにちょっと表面紙やすりかけてもいいですし、そのままやっても全然構わないので、ザラザラ感をぜひ楽しんで、いろんなものに、こういうものに書いたらどうかしら、こういうものに書いたら面白いかなっていうのを実験、みんなが実験してみて、こんなのに書いてみたんだよって、そしたら面白かったよっていうのをぜひぜひ皆さんから私に教えていただきたいと思います。じゃあこれハッチングでぼかしました。次は点描いきますね。点描は、こちらが見本になりますけれども、叩きつけるように、この点描になります。叩きつけてますね。で、そうですね、
感じに、ちょっと間に茶色入れてみましょうか。で、影になる色は、補色の色を使います。さっきも授業でお話しましたけれども、黄色の補色が紫、赤の補色が緑になりますので、この場合どっちでもいいし、両方使っていただいても大丈夫ですが、ここに影を作りたいようなところに間に入れていきます。こんな感じですね。で、これも、半分、ここ半分ぼかしてあるの分かると思いますけれども、ここ半分ぼかしてみましょう。になって、光を感じるような感じになりますね。で、こちらの方は説明書の方にもありましたけれども、濃い色の上に柔らかい色を乗っけるタイプの点描にしています。で、書き方も柔らかい感じに丸を打っています。感じに書いていただいたら、その上に柔らかい色を足していきます。全部に重ねるんじゃなくて、半分くらい重なる感じにやってみてください。で、紙の後ろも大事にしていただいていいので、全部密にする必要はなくって、間に間白があっても大丈夫です。ちょっとこれ濃かったので、もうちょっと薄い色を、なんかね、これなんですよ、オイルパステル長く置くとこれ見えます？表面全部こう白いコーティングみたいにかかっちゃって、描くと本当の色が出てきて放置しすぎですね、これね。で、何色なんだろう、薄いかな。同系色だと見えにくいですかね、ちょっと。これ一番下に濃い色を入れてあります。上に柔らかな色を重ねています。真ん中あたりをぼかしてみましょうか。こんな感じになります。見えますかね。
棚はぼかして立体的にしてみました。今度は、クレヨンの方を使ってみます。クレヨンは一色だけを平らに綺麗に塗ってしまうと、園児さんたちの塗り絵になってしまいます。で、これは、画材として使うときには、割とこう力を入れて、で、他の色と重ねる、それからぼかすっていうようなのを入れていただきたいと思います。同系色を使ったり反対色を使ったりして、どういう色の組み合わせだと素敵かなっていうのを探ってみてください。例えばそのオレンジ色 と、青系の水色なんかを混ぜる と、濁った色にはなるのですけども、濁った色のところがまたとても素敵だったりします。感じですね。濁った色って鮮やかな色を引き立てることもできますのでね。で、いろんな色を重ねた上にさらに、細かい点描を入れてあげたりとか。ですね。で、クレヨンでどこまで乗せることができるのかなって、ずっとやってるともう滑って乗らなくなっちゃいますのでね。でも滑るところまでは力を込めてこう描いてみるのも面白いし、それからそれをそのまんまそうですね、割り箸を鉛筆削りで削って尖らせたもの、よいしょ、これとかこういうので、こう書いてあげるのも OK だし、子どもの頃やったと思いますけれども、上から黒をのせてあげて、で、スクラッチペンみたいなものがある人はスクラッチペンで、描いてみるのも面白いと思います。それでは、今日使った技法を、今日学んだ、技法を使って、前半でやった牛さんですね。牛さんを、どの技法でもいいので描いてみましょう。作品にするときに一種類の技法だけでもいいですし、一つの、作品の中にいろんな技法を使っていただいてもいいし、一つの技法に一つの作品ずつ、1,2,3,4,5、5種類作品を作ってみてもいいと思います。大きい作品でもいいし、はがき台の作品でもいいし、自由に書いていただいて、そうですね、作品額があれば額の中に入れて飾ってみましょう。よろしいでしょうか。今日はありがとうございました。はい、アプリシエ高梨いつきでした。